大きな場で打たせていただくので、すごいワクワクしているところです。安藤充さんがどうしても、悪魔に魂打ってでも取りたいって言ってたタイトルなんで、旬な人たちが、登ってきますね。あ、これ夢の舞台なんだなって。これはまあ正直なとこう申し上げれば、別に因縁とかそういうのってのは何もないし、なんかこういいお話みたいなのが舞い込んできて、ちょっとフラフラーっと結構後悔しましたよ。そうですね、みんな若いいい人たちがこぞって辞めちゃったっていうことはね、まあ、それぞれ生きる道は違うわけですから、まあ、どの道を選ぶ方がそれは本人たちの自由だし、まあ、抜けた瞬間ぐらいからこっち結構ダメだなと思ってたんですよ僕は。ああ、せっかくこれから対戦しようと思ったあれがちょっと自分でショックでしたね。人の感情っていうのは風化していくもんですからね。競技プロとしてある意味を立ち上げたのは僕なので、彼の思想っていうかやってることはすごく立派だと思います。まあ、いかにして連盟が良くなっていくかっていうことしか考えてなかったですね。あれ目にも、あ、こういう若手がいるんだなっていうところを見せたいなというふうに思います。まず礼儀正しくて、まあ、当時は反射神経がいいなっていうイメージはありましたね。そう、中堅であの頃すごく頑張ってきて他団体行っちゃったけど、恩返しじゃないですけど全員ボコボコにしてあげようと思ってます。家族もすごいこの対局を楽しみにしていて、近代麻雀も見てくれたみたいで、がっぷり四つで殴り合った時に正直僕が負けるところが想像できません。バフンダ国健在っていうところを見せたいと思います。麻雀っていうのは結局詰まるところはもう自分との戦いだと思ってますから、決勝戦のとこまで上り詰めたいと思います。頑張ります。現代麻雀っていうものに対して僕は勝つを入れたいなと思ってて、期待に応えられるように、いい麻雀を打っていい結果を出せたら最高かなというふうに思います。夢の舞台ですからね、最後まで登って良い結果、どうぞ応援よろしくお願いします。